日本中国地方広島県広島市秋区、スカイレールタウン緑坂スカイレールタウン緑坂は広島市秋区に位置するニュータウンである。瀬野西という町長にほぼ対応しているが、瀬野二丁目を一部含み、瀬野西一丁目、二丁目、三丁目、六丁目を一部含まない。瀬野西は一丁目から六丁目まである。瀬野西の郵便番号は739-0313。 瀬野西の人口は7257人。広島市中心部から東へ約13キロメートル、道市や菊の北寄りに位置する住宅団地。JR 西日本山陽本線、瀬野駅のすぐ北に位置する。瀬野西は北で、瀬野町、南で、瀬野、中野と接する。団地内は南北にスカイレールサービス広島短距離交通、瀬野線が通り、 建て住宅が立ち並んでいる。団地内には13の公園がある。団地南部にスーパーマーケットの商事緑坂店がある。スカイレールスカイレールのある街並み新交通システムを除けば JR 西日本山陽本線、瀬野駅が最寄り駅。スカイレールサービス広島短距離交通、瀬野線緑口駅と直結している。 団地内を南北にスカイレールサービス広島、短距離交通、瀬野線が通っている。瀬野西1丁目、2丁目は、緑、中外駅、瀬野西3丁目から、瀬野西6丁目までは、緑中央駅が、最寄りである。平日は、スカイレールの終電以降に、ジャンボタクシーが、JR 山陽本線のダイヤに合わせて、数便運行されている。国道2号線、 小浦地交差点から、広島県道33号、瀬野川、福富本郷線に入り、緑坂道入口交差点で左折。ありがとうございます。